おはようございます。最高な一日します。今日はこれ、賞味期限は23年8月12日、半年前。頑張っていきたいと思います。では、コーチングセッション入ります。お願いします。あ、よかった。映りました。よかったです。会社で残るべきかとおっしゃいますと、具体的にはどのようなことをやって悩んでいらっしゃいますか？はい、今コーチング終わりました。あ、やっぱコーチングっていいですね。なんか自分自身にフォーカスしてる時間ってめったになくて、なんか仕事に追われてると自分の人生どうしようとかそういうこと考える時間ないと思うんですけど、こういう機会があるとそういうの考えられるんで、なんか良かったなと思います。まあ、今日のコーチはそんなプロのどっかのスクール卒業した人とかではないんですけど、それでもあの話聞いてくれるっていうのがすごい良かった。というわけで仕事戻ります。じゃあ今日も頑張っていきます。おはようございます。したらですね、昨日じゃないすみません、金曜日にお見せした店行きます。いただきます。こいつ買いました。こんにちは、よろしくお願いします。飯食います。今日の飯です。とりあえずキャベツとネギと鶏胸で、最後は雑穀米的な。昨日まで2週間14日間連続でお酒飲んでたら、寝るときになんか足つま先じゃないんですけどなんか痛くなって、でおそらく痛風なんですよ。3年前くらいにも一度なった気がするんですけど、それがなんか再発した気がして、なんでちょっと今日からしばらくお酒はやめようと、一回やめようと思います。今まで酒飲んだ勢いでたくさん話したりとかしてたんですけど、しばらくあれはなしで、でその代わりその時間を、まあ、有意義に過ごしたいなと思ってます。はい、じゃあ夜やっていきたいと思います。ちょっとしんどいな、久しぶりの残業は。誰かが言ってたんだけど、仕事をしながら炭酸飲料飲むと頭に酸素が回りにくくなってなんか効率落ちるみたいな話を聞いたことがあります。本当ですか？はい、今大体終わりました。風呂入って寝ます。もう1時過ぎちゃいました。明日6時からコーチングのスクールがあるんで、もう寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。最高な一日にします。私もそうだけど、めちゃ寝起きですね。はい、これからですね、母親がこの部屋に遊びに来て、で一緒に昼飯を食いに行きます。今日めっちゃ平日なんですけど、まあたまにはいいかなって感じですね。今親が帰りました。眠ちょっと眠いから15分寝ます。なんでやねん、今日は眠い。I don't have major updates, but I have only two topics. This is, how can I say, IT company in Japan to create the blueprint. But in the future, maybe we will. おはようございます。今の時間8時55分です。今日9時からミーティングだったんですけど、ついに間に合ってよかった。俺いつ寝たか全く覚えてないんですけど、服着替えてるから多分ちゃんと寝たんでしょうね。じゃあ今日も頑張っていきます。今までさ化粧水しか塗ってなかったんですけど、これ使うようになりました。ハトムギオールインワンジェルってやつ、多分ね1000円弱で買えるんですけど、なんでこれ使ってるかっていうと、友人ゲイの人がいて、ゲイの人がなんか肌きれいに保つにはなんか化粧水だけじゃなくてこの美容、なんかいろいろこれ入ってるんですけど、美容液、乳液、クリームパックが入ってるのか、表面に入ってるやつの方がいかないとダメですよって言ってきたから、それを信じて使うようになりました。多分こっちの方がいい気がする、普通に化粧水塗るだけより。しかもそんな高くないし、1000円以内で買えるんだったらまあいいかなみたいな感じです。忘れてたけど今日も最高の一日にします。おはようございます。おはようございます。今日の昼飯です。このスープ、4日前くらいに作ってそのまま放置してたんで、早く食べなきゃなみたいな感じです。いや、これやっちゃうなぁ。
So maybe you won't use English from next week, right? Yeah, I guess. 今の人がね、プロジェクトをね、離れることになったんですよ。世知辛い世の中ですよね。今日はサッカーの練習会に参加することになってて、なんで早く仕事を終わらせたいなと思ってます。なんかこういう楽しみがあると頑張りますよね。10部と4部でしたけど、そんなレベルじゃなかったですよね。全然3部、2部レベルなんですけど、今日もしかして混んでる？ちょっと次、寝ようと思います。それめっちゃさ、親指いってんだけど、死んでるわ、足。シチリア産のレモンサワーだって。シチリアって確かイタリアだよね。おはようございます。今ですね、4時35分。食いすぎました。今日も最高の一日でした。明日も最高の一日にします。おやすみなさい。おはようございます。最高の一日します。出社します。なんか最近出社が増えてきてて、基本的にお客さんの方針で出社するかどうか決まるんですけど、ずっとリモートの時は出社したかったんだけど、増えると増えるで出社したくなくなりますね。入ってます。今日お客さんに土産持ってきたり渡そうと思ったんですけど、リモートでした。こうおはようございます。最高の一日します。今日は PC3 台プラス iPad を使って仕事していきます。会社のパソコンとか、クライアントのパソコンとか、自分でやってる仕事のパソコンとか、それでバランス薄いって感じ。密になってなければ多分今これ流行ってんの？飯買いに行きます。これで550円か。うん、すげえ久しぶりに仕事関係ない他愛もない話ができて、私は幸せでした。で、今日飲んだやつが高校の友達なんですけど、そいつが今ほとんど2人いて、で3人目を今作ろうとしてるってして、で俺が子供いないんですよね、意外と。で子供できるとこうやって気楽に飲みに行くとか、仕事終わった時間で飲みに行くとかさ、できなくなるじゃないですか。あとはなんだろうな、早めに起きて例えばコーチングの勉強したりとか、そういうのもしにくくなるじゃないですか。でそんな中で、あとはサッカーもか、サッカー、僕の場合だったらサッカー土日行ったりするんですけど、それも行けなくなる。それであなた幸せなのってところがすごい気になって聞いたんですよ。そしたら回答は、子供できたら分かるとか、俺も独身の頃はそうやって制限かかって絶対人生つまんなくなるから子供いらないと思ってたけど、できたらこんな幸せなことはないって言ってたんですよね。なんかこの会話ってありきたりだけど、高校とか大学もずっと一緒だった人に言われると、なんかグッとくるなみたいなところは今日ありましたね。でもう一個が、動物って生殖反応のためにっていう、繁栄するためにみんな生きてるじゃないですか。っていう中で、そういう人間の本能的に考えると、絶対子供って欲しいはずなんですよ。たくさん欲しいはずなの。それを加味しても、まあ、そいつの言うことはまあ一理あるなっていうのはちょっと思いました。まあいろいろありますけど、僕は死ぬ時に最高な人生だったって言って死ねるようになれば何でもいいんで、そこを目指して一日一日を噛み締めながら行きたいと思います。では今日も寝ようと思います。
明日も最高の一日にします。おやすみなさい。